スバル宇都宮製作所にて、初飛行を目前にする UHX 試作機、明けの駐屯地に向かうザ -2UHX は、陸上自衛隊の次期多用途ヘリコプター導入計画。検討を経て、2015年7月17日、富士重工業とベルヘリコプターがベル 412EPI をベースとして、共同開発した4 1 2 b x が選定された。 UH-1JUHX は陸上自衛隊が採用している UH-1H 及び J の後継ヘリコプター開発計画で UH-1H はベルエアクラフトが開発した多用途ヘリコプターで2014年現在運用中の UH-1J は UH-1H を富士重工業が独自に改良したものである。しかし単発である UH-1HJ では洋上などを飛行する際の安定性が不十分であり、航続距離も不足していることから UH-60J との併用を前提とした新しい創発、多用途ヘリの導入が検討された。その結果、以下の要求が盛り込まれた。既存の多用途ヘリに該当する機種がないことから、防衛省は国産開発を決定し、以下の案が候補として上がった。 両者の比較検討の結果、O-1 改造案の採用が決定され、2012年3月に防衛省は O-1 をベースに新多用途ヘリコプターを開発することを正式に決定し川崎重工業に発注した。開発費用は7年間で280億円、140機生産の倍1機約10億円を見込んでいた。しかし2012年9月、 防衛省と関連企業は、次期多用途ヘリコプターの開発、納入計画をめぐる談合が行われていた疑いが強まったとして、東京地方検察庁特別捜査部の家宅捜索を受けたことが判明した。その後、防衛省は、同談合疑惑に関与した左官級幹部に対する告発状を同知県特捜部に提出した。 特捜部はその後の調べで容疑に関与した幹部自衛官が川崎重工に対し競争相手の内部資料を漏洩させるなどの事実を突き止め、容疑者も任意の事情を聴取に対しこれらの事実を認めたことから、官製団合防止法違反罪で刑事処分するとしていたが、最終的に2名は略式起訴に止まった。今回の事件と自由民主党への政権交代の影響を受けて、 開発計画そのものの白紙化も含めた再検討が行われ、2013年1月11日に UHX 開発計画の白紙化と川崎重工との契約解除が決定された。防衛省は2013年7月30日、同団合に関与した職員に対する懲戒処分を行うとともに、翌日には川崎重工に対する2ヶ月間の指名停止措置を 行うことを発表した。2014年4月29日、防衛省は UHX として民間機の転用を検討していることが報じられた。これは2014年4月1日に武器輸出3原則に代わって制定された防衛装備店3原則の影響もあるとされている。2014年6月11日には、 UHX に3つの国際企業連合が名乗りを上げていることが明らかになった。防衛省が主導する計画ながら輸出を含め自衛隊以外の用途を視野に開発する初のケースとなる。防衛省は自衛隊専用に開発した場合に比べ量産効果で価格を抑えることが可能になるとしており、関係者の一人は基本的に民間に市場があるものを軍用機に カスタマイズする。売れ筋であれば価格も安定すると話している。提案企業と機種は以下の通り。当初三井物産はアグスタウェストランドと組オータムウィンター169を輸入し富士重工業が陸地向けに仕様変更する形での提案を検討したが、最終的に防衛省への提案は行われなかった。XQ ベル e p i 海上保安庁ノベル 412EP 防衛省では2015年度予算案に UHX の開発費として10億円を計上して業者選定を進め2015年2月25日に企画競争参加希望者募集要項を講示した提案書は6月2日までに締め切られた2015年7月15日防衛省は ベル 412EPI が選定されたと発表。理由と、この決定に関して、エアバスが防衛省に説明を求める考えを明らかとし、防衛省を相手取った訴訟を視野に入れていると、フィナンシャルタイムズ紙が報道したが、エアバスの広報担当者は、そうした段階にはまだ至っていないと回答、実際に訴訟は行われなかった。その後、 防衛省は9月2日に開発プロジェクト、立ち上げ事業について、富士重工と試作請負契約を締結したことを発表した。ありがとうございます。